後半戦で、あ、もう箱詰めも終わりなんだと思って、アメトークやってる。やばい、年末だね。なんか年末って基本実家にいるから、なんか不思議な感じ。私は今スカイピースさんがなんか2日間くらい生配信やってて、それを見てた。もう終わるんだマジで時代遅れというか、すごくない？2日間生配信ってすごいよ。いや、箱詰め見たかったのに、もうほぼ終わりがけで諦めちゃった。で、昼間にミュと1時間半くらい電話して、そう、リップ指原さんのリップ、もうすぐ31だよ。毎日この年越しとか日またぎ配信したいくらいよ、本当に。今日はいつもお世話になってるマネージャーさんとご飯に行ってきました。そしたらめっちゃ面白いことがあって、そのマネージャーさんとご飯に行ってて、で、もう普通にマネージャーさんたくさんいるから、マネージャーさんのお話をしてたら、そのマネージャーさんがたまたまいて、そう、たまたま遭遇して、駅でびっくりした。あ、辻さんじゃないんだけど、辻さんもね元気かな。辻さんともご飯行きたいんですけど、そう、びっくりした遭遇イベしちゃった。でもそのマネージャーさんの最寄りっぽくて、最寄りだったっぽくて、びっくりした。はあ、やっぱもうどこのお店も忘年会シーズンですね。これ人多すぎて、だから居酒屋に行ったんだけど、人多すぎてもう会話がで全然聞こえなくて、お互い、うん、にぎやかよ。やばい、髪の毛がだいぶ短いことにだいぶショックを受けてる私。そう、防御モード発動した。もう早いよ、てかもういらない防御モード防御モードもういらない。ほんとだ、アメトーク終わっちゃったね。本当かわいい、それならいいんだけどさ。このワンピースとか多分本当1年前くらいによく着てたからさ、見覚えあるかな。見覚えあります。よく着てた気がする。でもその時もこんくらいの髪の長さじゃなかったかな。そんな短くはない、そんな長くはなかった。こんくらい、なんか長いのかな、長いのか短いのか分かんなくなってきちゃった。チュールチュールチャンチュール。
のインスタの質問のやつがもう卒業に関してが多くて、ちょっと全然返せなかったんですけど、すみません。いや、私1年前くらいと髪の長さ変わんない？もしかして。それはないよね。そんなことはない、無理なんだけど。だいぶ短くなったよね。でも結構へこんでる。だってだいぶ短くない？でも短くなったなとか思うでしょ。いや4月くらいと同じくらいかな。まあ何だか、まあいいや。でもね、これ巻いたの、一応ちょっと巻いたんだけど、やっぱね、髪の毛がトリートメントでサラサラすぎて、巻きがほぼなく、ほぼ外跳ねって感じ。いや年越し配信したいんだけどさ、いや私はいいんだけど、やっぱランちゃんのファンがさ、あんなやつと下にやんなよみたいな絶対思う人いるわけよ。だからどうしようかなって思って、私おとなしくしとこうかなとか思ってきちゃった。絶対いるじゃん、いるじゃないですか、あんなやつと一緒に年越すなよみたいな。いるよ絶対、いるいる、絶対いるよ。だってランちゃんはねずっと年越し一緒にしたいって言ってくれてて、そう、むしろランちゃんから誘ってくれたから、私はもう大歓迎なんだけど。いやでも私はみんなと年越したいし、せっかく一緒にいるならね、みんなで楽しく年越ししたいなってのもあるんだけど、食べ過ぎた、ちょっと待ってお腹苦しい。てかどこのお店もわかんない、換気してるからか、めっちゃ寒くてずっと寒い寒いながらご飯食べてた。そっかごめん、最後の年越し配信か、そうだよね、ごめん。なんか全部最後になっちゃうんだね。だからこの前のも最後のクリスマスだったわけだし最後の年越しになるわけや。いやめっちゃ食べた今日、めっちゃ食べた。笑い事じゃない、みんなからした。まあでもわかんない、アイドルとしてはかな。だからアイドルとしての12月30日はもう今日で最後ですよ。そんなことやったら毎日最後記念日だよね。そうだよ。ちょっとなんか顔むくんでる。結構食べたし結構お酒も飲んできました。全部最後になっていく。だって最後の年越し、最後の正月、最後のニューイヤープレミアムパーティー、最後のなんだろう、そうだよ、いっぱいあるんだから。いやでもわかんない、私が卒業してもショールームとかもしかしたらやるってなったら、みんなは
見に来てくれますか？優しいね、みんな。私がアイドルじゃなくても好きでいてくれるの優しいね、みんなそう、じゃあ最後じゃなくなるのよ。優しいね、みんな。最近何これ、すごい、アップルウォッチって文字書けるんだ。え、私パスワード、アプローチ全然ちゃんと使ってないから、あれ、そういうこと。できた。すまへん。いやでも飲みながら配信は少なからず一回はしたいよね。それはしましょう。それはやっぱ叶えていこう。一緒に飲酒しよう。いやでも本当欲を言えばみんなとなんかビデオ通話くらいの感覚がいいかも。ずっと一人で喋ってるのはつまんないし、ズームとか。ね、ズーム飲み会くらいがいい、みんなとしたいの。アイライン引いたのに消えちゃったから。ズーム最大100人じゃないかな、確か100人まで参加できる気がする。1302日、ありがとうございます。もう1000人は集まらんのちゃう。集まるかな。
すごい自分から香ばしい匂いがする。100人まで40分、そうなんだ、40分の制限とかあるんだ。なるほど。視聴者1900人、いやでも累計だからね、累計だから。1900人もいないよ。無料版とかあるんだ。いやほらやっぱこういったやつは短いよ。まあ仕方ないよね、仕方ない。え、リアルタイムなの？累計でしょこれ。めっちゃ気になってる、マジで。マジで見るたびにちょっとへこむ。マジで香ばしい匂いするって。サムギョプサル、私はサムギョプサル食べてないけどサムギョプサルの匂いする。6択中4択くらいサムギョプサル食べてたから。いや変わってない気がする。普通に累計だと思う。これはだって1900円も見てるわけないもん。マネージャーさんと深い話、深い話って言っても、まあお仕事の話とか。このワンピースは寒かった。やっぱ普通になく、なんだろう、薄手のニットとかも持ってなくて、あ、やっぱ薄手のニット冬って大事だなって思った。持ってないさすぎた。だから意外と冬服持ってないことに気づいてまた服が欲しくなりました。めんどくさいけど。今日行った居酒屋はご飯は美味しかったけど飲み放題にしたのに、昨日も寒かった。なんか服失敗してる。今日飲み放題にしたんだけど、なんか飲み物は外れだった。すごい。スリコ行った時に買ってお揃いにしてもいいですか？もちろんお揃いにしてください。私は白も黒もリボン買ったよ。ぜひお揃いにつけようね。ああ飲み放題って、いやなんかね違うの、なんか梅干しサワーが好きで梅干しサワー頼んだら違うの、なんか梅干しが多分その2人で頼んだのが梅干し、それ半分くらい、多分半分で梅干しシェア してるくらいの梅干しの量で、全然梅の味がしなくてただのサワーって感じで、なんか全然飲めなくて。そう、一粒欲しいの、さすがにね、一粒欲しいのに、なんかこんくらいの梅のかけるしかなくて、潰しても全然なんか梅干しでなくて、何これ何これってなって、めっちゃちっちゃいやんと思って。家でさ梅干しサワーって作れるんですかね。いや私梅酒ずっと飲んでて、お店でも家とかでも、梅酒を飲むと太るみたいになって、じゃあ梅干しサワーにしようかなと思って、変わんないかな、梅だから。梅干しサワー家で飲みたいなって思ったんだけど、何買ったら、炭酸水と何がいいんだろう。太る結局梅干しサワーも。めんどくさいか。炭酸水に何
何を入れればいいの？焼酎、あ、焼酎を入れればいいのか。焼酎と炭酸と梅干しです。なるほどね。こういうなんか居酒屋とかバーで働いてる人は詳しそう。あ、そう、お飯はお札を使ってるからかな。だったら梅干しって良さそうじゃない？どうなんだろう、わかんないけど。梅干しサワー家でもやりたいな。てか聞いて、そう、シャンパングラスを1個割ったの。私まだ買ったばっかなのに。フランフランでピンクの可愛いやつ。朝食、もう買ったばっかだったのに。まあ、だってクリスマスで1回しか使ってないんだよ。そう、怪我はしてないんだけど、やっぱ割りやすいよね。マジで今年で多分4回くらい皿割ってる。いや、もうこれ伝えないと思って、とりあえず755で報告した。そうで、今日フランフラン行ったの。たまたまフランフラン行って売ってて、いやでも、いや一回買わなくてと思って今日は買わなかったんだけど、いや私結構100均とかで皿揃えてたんだけど、100均の皿って意外と割れないというか割ってなくて、逆にフランフランとかのものを割っててすごいへこんでる。ショック。もうだって一回使い切りかよって感じじゃない？だって一回使って終わってもう捨ててさ。また今度買おうかなってかも。一人暮らしでシャンパングラスを置いておける棚とかがないから、どうやって収納しようか迷って。普通はかけるよね、こうやって上に。割りやすかったと思う。絶対割れるなって思いながら扱ってたら割っちゃった。ショック。ハーゲンダッツ美味しそう。アイス食べたい。チョコ系の。だから本当に今日は食べ過ぎた。1軒目が焼き鳥、普通に焼き鳥で、マネージャーさん同い年の女の子、超かわいい。同い年です。焼き鳥って。2軒目が普通に韓国料理屋さんで、じゃあ辛ラーメンが食べたかったんだけど、辛ラーメンがなくて、ラッポギ、なんかはしごした。今日はあのトッポギとラーメンが入ったりしたんだけど、めっちゃ辛くて、しかもなんか味がめちゃくちゃ濃いので、個人的には辛ラーメンモチベだったから、ラッポギ食べて美味しかったんだけど、お腹いっぱいになっちゃって。あとはアボカドナムル食べた、韓国料理屋さんで。でも辛ラーメンが食べたかったから、はでも結構すぐ早い段階でお腹いっぱいになった。すごいニンニク串食べたし、ニンニク串も食べたし、鶏ももニンニクみたいなのも食べた。だから私の口は臭いです今日臭いです。ニンニクめっちゃ食べちゃった。ランキング見ます。先に13位香港のケーキアットマーク7レンジャーさん、12位ジアリングアットマークシンガポールミューディーさん、11位ユキタン、10位リューストさん、9位新血うなとり丼さん、8位ユキタンとマークなちゃん大好きなとり丼さん、7位 TK トンからとマークタイさん、6位あかねちゃん、5位 YK アとマーク1日早いけど今年も1年本当にありがとう感謝さん、4位中心さん、3位中心アとマーク超大盛りうなとり丼さん、2位
大粒ちゃん1位、両タットマークとりまもしさんです。ありがとうございました。いや元気よ、めちゃくちゃありがたいことに本当にだいぶ食欲が戻ってきて、やっぱ私は食べることと寝ることが生きがいなので、やっぱ食べていかないと生きていけないなって思いました。本当に食べること大事だけど、本当に今月は舞台もやってたから、外食ほぼ外食かコンビニとかなんか持ち帰りとかだったから、お金やばい、使いすぎてかなりお金使った月でした。そこがちょっと寝てしまったって感じだけど、じゃあもうあと2分で12月31日、今年もラストになりますね。また明日交通費精算しないと、明日お昼ゆっくりショールームしようかな、交通費精算して、でまた夜年越ししようかなとか思ったりしてるんだけど、いいですか、交通費精算タイムしようよ毎年これ昼くらいに、いい、本当にいいの、年末ね、年末に交通費なんか書いてやろう、じゃそれやってまた夜年越ししよう。それじゃおやすみなさい。私はお風呂に入ってアイス食べようかな、今日は寝ます。ありがとう今日も、また明日ね。でもメールも書かないと1ヶ月振り返りくらい、ちょっと書きます。おやすみなさーい。